買い勝って賞をおごる、なんぞまた気を縁開封、雨を吹いて昼闇の如し今日初騎兵の天より下るかと戦国の世は一介の浪人であっても時流に乗れば一国一城の主となり天下を伺うことができた。この一見無軌道な戦乱の世の中であったが志ならず消えていった上杉謙信、武田信玄、はたまた今川義元であれ天皇を奉じて日本の統一に貢献したいという念願を持っていた。力をもって天下を平定した織田信長もまた朝廷を敬って右大臣となり豊臣秀吉は関白太政大臣となり合わせて豊臣の姓を賜り徳川家康は征夷大将軍として江戸に幕府を開いた。それは下克上の戦国時代といえども日本の国に連綿と培われてきた勤王思想が戦国武将たちの心に生き続け大きな支えとなっていたことを如実に物語るものである。